お待たせいたしました。続いてのご講演はマサチューセッツ工科大学メディアラボ副所長石井博先生です。ご講演のテーマは未来競争増産力では、石井先生どうぞよろしくお願いいたします。紹介いただきました MIT の石井でございます。今回は本当に多くの素晴らしい教授陣の方、それから学生の方ですね、昨日スタートアップ企業を目指す若い学生さんたちのプレゼンテーションを拝聴する機会をいただきました。また多くの留学生の方の数十人ですか、研究の発表、それから研究者たちの生き方に関して英語でかなりストレートな議論をさせていただく機会を賜りましてですね、非常に熱いそのエネルギーを感じることができました。で、私自身研究者として30年やってまいりましたけれども、次の世代を担う若い人たちに伝えたいかったことは、基本的に僕はもうじきなくなるけれども君たちがまさに未来だということでですね、今日は若い学生、若い研究者に向けてですね、どのようにその未来を作っていくかということで、増産力という言葉をテーマに1時間ほどお話をさせていただきたいというふうに思います。私 の, とても大切な友人で山にマウンテンクライマーであった栗木信和さん、ご存知の方いらっしゃいますか。2018年にですね、8度目のチャレンジをして指を9本なくされて、2018年に最後の9回目のチャレンジをして命を落とされてしまった友人です。で、私自身二等法連座って言葉にものすごく強い関心を持ってまして、要するに独創的な研究をやりたい、パイオニアになりたい、それにやはりどうやってその誰もまだ登ったことない山ってものを見つけて、それを登るんだということをずっと思っていたんですけども、そういう意味でそのマウンテンクライミングをする人々のその情熱、そしてエネルギー、技術に関心を持っていました。で、特に大事なのが上村直美さん、冒険家で亡くなられましたけれども、彼が言った言葉で、冒険とは死を覚悟してギリギリのところまで頑張って、そして生きて帰ること、生還が基本的な条件です。で、残念ながらその生還を果たせずに行ってしまった栗木さんなんですけれども、なぜ登山家たちはここまでしてその山を目指すのかということをずっと考えてまいりました。もともと私は山に登る人間では全くなんですけども、彼とツイッターの世界で友人になりまして、それは10年ぐらい前に私がツイートした言葉があります。それが増産力という言葉です。これは私が MIT に参りまして四半世紀ですけども、どうにか生き延びることができそうだなと思った時に思い返して、なぜ MIT に行こうとしたのか。で、94年にヘッドハントされました。で、95年に参りました。その時に思った理由は、それは頂が雲に隠れて見えない高い山で、どのように登るかっていうその登山ルートが全くない。で、その道を自分で探さなきゃいけないというふうに真剣に信じてました。でも、それが全くの間違いで幻想だったってことを MIT に行って知りました。すなわち山なんかなくて、その山自体を海抜ゼロから自分のために、自分の力で作り上げて、でそこに世界初登頂する、そして世界がその山を目指して続いてくる、それができたら生き残れる、しかも5年以内、それは手にクロックが基本的に6、7年しかありませんから、それが MIT の生き残り条件ということをツイートしましたら、栗木さんがで突然DM で話しかけてきて、石井さんこれなんです。やっぱりびっくりしたのは、彼は本当に命をかけてギリギリのところで戦っている登山家で、僕はその冷房が効いた部屋でただマッキントッシュで待機しているだけなわけです。でも、これがきっかけでですね、山というものをきっかけにしてですね、彼と友達になりまして、10年ぐらいですか、断る機会に一緒に仲間たちに乗りました。で、なぜ山を目指すのか、一つ分かったのはですね、記録を作りたい、記録を残したい、自分の存在を何らかとして歴史に残りたいという根本的な人間の持っているディザイアですね。例えば100メートルを9秒7で走る、
というのは素晴らしいオリンピックのレコードです。世界選手権なわけです。でもそれは一瞬です。 2,3 年後には誰かに抜かれる。でそれをハラハラしながら待つ。でその頃も体力落ちてますからもう走れないです。それでも過去の一瞬のスパイク、その記録をよりどころとして生きるっていう生き方もある。あるいはエベレストっていうのは世界で一番高い山なわけです。したがってその世界最高峰を登頂するサミットを今回するというのは非常にシンボリックなわけですが、ヒラリーはすでにも登ってる。すなわちサドの登り方ではもう何十番目何百番目なわけです。したがってその条件ですね、パテントのクレームに似てますけども、みんなが登る春ではなくて秋、南壁から登るんじゃなくて北壁から登る、あるいは酸素ボンベを持たずに無酸素で登る、あるいはシェイプをつけずに登るとか、ものすごい条件をつける。その条件の積集合で初めてそういうことをやった人はいない。したがって記録に残る。でもそれはほとんど無謀に近い、無謀と等しい。なぜかというとそれで生存する確率がどんどん減っていくわけです。でそれでもなぜみんなこんな難しい条件の積集合で挑むのか。でもそれは多分記録、自分の存在っていうのを証明したい、記録に残したい、そういう根本的なその願望があるからなんではないかというふうに思いました。で僕自身その自分は山に登る体力も記録も全くないんですけども、今振り返ってみてですね、自分がやってきたのは登山ではなくて造山だった。先ほどの造山力っていうのはまさにですけども、その造山と登山っていうのを比べてものすごく面白くて、昨日もベンチャーのを目指す若い連中と話しましたけど、とにかく会社ぶっ立ってマーケットのシェアを取ってどんどん成功して間に対峙してっていう、ものすごく数字 のカーブがとても大事な原点になってて、ある時にそれを売ってしまってですね、有名になってお金持ちになるっていう、そういう方もとても分かります。それはそれでとても立派な挑戦だと思います。それで社会的に意味を得ることがあれば、ただそれは多分一瞬の一つのスパイク記録に近いのかなと思いまして、ですからギネスブックというのはもちろん当然価値があるんでしょうけども、そのギネス的な言い方もあるし、そうではなくて、その、なんて言いますか、山を作り続ける、という話を今日、実は自分の研究ベースにしたいなというふうに思っています。すなわち、そういう生き方もあるんだ、そういうやり方もあるんだということですね。一つはなぜかというと、ベンチャーであれば、とにかくスパイクしてマーケットに打ち出して売らなきゃいけない。でも、我々のやってる研究というのは、ある夢を持って、ビジョンを持って、それをやり続ける。どんどん新しいミートホーレンズを作り続けるんだってそういう生き方もあって、それ多分アカデミアだからできるんじゃないか。ベンチャーとは根本的に違う。もちろんベンチャーも素晴らしいし大事だし、ディプロイメントも大事なんだけども、一方でアカデミア、我々の人間が新しい理論とかコンセプトをどんどんプッシュし続ける、そして新しいその地平を切り替えていくということも大事じゃないかというふうに思います。3.11 2011年、東北に来るたびに思い出しますけども、2011年 の大きな震災があった時に聞かれた言葉が想定外、あれ未曾有、全くのナンセンスというか嘘です。この石碑ご存知の方いらっしゃいますか。東北青森から宮城に至る海岸沿いに300基ほど200基ほど残ってる石碑ですけども、明治29年、そして昭和8年にやはり大きな大震災があって津波があって、その時の先人たちがここより下に家を建てるなという警告ですね。我々に対して警告として残した石碑です。しかしながら我々は結局そのを無視して、その上にも下にもいっぱい家が建ってる。でその時に私も随分いろいろ考えたんですけども、一番心に刺さったのがこのツイートです。ツイッターやってる方あんまりいませんね。僕はフォローしてる人のほとんどが死んだ人です。死んだ人のボットです。なぜかというと、ものすごい凝縮した密度の高いメッセージが届いてくる。ウィンストン・チャーチル、人類が歴史から学んだことは歴史から何も学んでいないということだ。強烈な皮肉ですけど、まさにそれが今回の震災もそうですし、過去の震災もそうだし、戦争もまさにそうだというふうに言えると思います。で明治三陸大地震になった1896年、そして昭和三陸大地震になった1933年、ものすごい被害を東北が受けました。で今海岸は大変なんだというふうに死ぬ間際に言葉を残した詩人がいます。
それが僕の大好きな宮沢賢治です。宮沢賢治読み込んだことある人、読み込んだことある人僕ものすごく大好きなんですけども、まさにその震災が来た年に生まれ、そして次の震災に打ち止めた時に亡くなった、彼が今海岸は大変なんですって言った状況がまさに2011年にまた来たわけです。でまさに彼というのはその文学、科学、その宗教って全く違ったディメンションを大きくブリッジした素晴らしいその偉大な思想家であり、先人であります。で僕彼の大好きな詩いっぱいありますけど、春と修羅、この序文が一番好きで、私という現象は仮定された有機交流伝統の一つの青い照明です。因果交流伝統の一つの青い照明です。これは非常に僕自身に突き刺さります。この前落合陽一君と飲む機会あったんですけど、やっぱりお互いにそう現象なんだ、存在じゃなくて現象なんだって、この捉え方ってとても強烈です。で彼は最愛の妹トシを失いました。最愛の人を失った時にある種芸術的な爆発を送ります。高村光太郎と千恵子、中原中央と文也、そうですけども、宮沢賢治と妹トシの時もそうでした。英傑なんすよ、読んだことある方私MIT に行くことになった1995年、どうしてもその前に行きたかったところが花巻にある宮沢賢治博物館で、そこに参りました。その時に彼の英傑なさの肉質原句を初めて見ました。今日のうちに遠く行ってしまう私の妹よ、みぞれが降って表は変に明るいのだ、アメージとてつて賢者。この時に強烈だったのはですね、それまで私は狩り族としますよ、狩り族、主流圏、ユースホステル、夜行列車、そういう接触してましたけども、その時に読んだ賢治の本というのは文庫本、明朝の9ポイントで綺麗に印刷された、マスプロダクション大量印刷のために確立されたフォントで印刷された詩でした。でも彼のその肉質の原稿というのは全く違う、そこには彼の農作業で振ってた手が握っている万年筆のペン先が、紙の引っかく音が聞こえてくる、そこに見えない身体が想起される、書いては消し、書いては消しの中に彼の苦労を感じられる、そして身体の痕跡が込められたその表現、これがその肉質原稿だった。そして自分の妹の死を単に妹のパーソナル死じゃなくて宗教的な次元まで高めようとして苦しんでる、どうか妹よ幸せになってくれ、いやそうじゃない、人類全体が幸せなきゃいけないんだというその葛藤ですね、それが込められてる、書いては消し、書いては消し、今のマシン使えば消せれば完璧になくなります、印刷すれば完璧なフォントに出ます。でも要するに苦のこの痕跡ってものが削ぎ落ちた表現って何なのか、でそういったことを問い始めたのが私の、単純に一つの原点になります。すなわち人の心を揺さぶる感動を呼ぶ表現とは何か、それが一つ大事な問いです。ミュージックボードを紹介します。入ってる小瓶、ね、ジーニーボトルだと思っていただければいいんですけども、ボトルっていうのは要するにコンテナなわけです。そこにいろんな情報が入ってて、それを開けると芳醇の瓶から香りが漂ってくるようにその音楽が流れてくる、そういう非常にシンプルなデザインです。いわゆる LCD スクリーンみたいな完璧なピクチャーじゃなくて、そのフロスティッドグラスの中で何度も反射する非常に有機的な光、そしてその蓋を開けるというその行為ですね、それをインタラクションのベースにしました。もともとこれを作りたかった理由は、母に送りたかったプレゼントに夢がありました。それは天気予報の入った青い小瓶です。私の故郷は札幌で、母は朝起きるとその NHK の7時からのニュースをつけて、最後の方にある天気予報をいつも待ってました。その代わりにですね、彼女がボトルを開けると、例えば鳥の声が聞こえれば今日は天気といったような、そういう
シンプルなインターフェース、すなわち彼女がですね、料理をするために例えば醤油の瓶を開けると醤油の香りが漂ってくる、そういう彼女の知ってる分かりやすいシンプルな温かい世界をメタファーにプレゼントしたかった、誕生日に。でも98年亡くなりました。それでこの音楽を詰めたミュージックボトルっていう作品を作ってトリビュート。でこれは母が書場出して書道をいっぱい書きました。その残したその中で一番好きだった書を墓石に彫りました。でこの書を見てると彼女の身体の動き、筆が墨が紙をとするその前の呼吸、彼女の肩の動きが見えてくる。これが身体の痕跡です。でこれが母に捧げる一つ のミュージックボトルなんですけども、マーク・ワイザーってご存知の方いますか。指差しコンピューティング、まさに現代のコンピューター ICT の世界のランドスケープのグランドビジョンを書いた描いたビジョナリーです。大好きな友人だったんですけども、彼は翌年亡くなりました。で彼にこの作品を捧げる論文を書きました。 Bottles, a transparent interface as a tribute to Dr. Mark Weiser。 彼が言ったのは、本当に発展した技術っていうのは我々の住んでる現実世界とに溶け込む Woven into the fabric of everyday life で indistinguishable、 非常に深いビジョンです。なのでこのボトルを彼に捧げました。でマーク・ワイザーはじめ多くの素晴らしい人に会いました。この30年間、最初は NTT 時代、今マイケルがそこにいますけども、マイケル・ポリスとマイケル・コーレはじめです、素晴らしい友人たちに会いながら、あと NTT の後 MIT、 そして ACM で、私の人生で多分一番嬉しいハイライトは去年の5月にACM シグラ、シグラ、世界ライフタイムリサーチアワードというのをいただいた生涯研究者賞ですね。でこれは生きてないともらえない、そういう意味で今日まで生きてきて本当に良かったと思う。逆に言うと僕のやってる仕事って非常に抽象度が高くエッジです。論文もいっぱい落ちたし、本当にこれが評価されるのか理解されるのか常に迷い続けた、自信をなくすこともあった。でも結果的に30年経ってですね、その積分としての功績、インパクトを認めていただけた。で私は21人目です。アジアで初めてですけども、一番初めにもらったのはダグラス・エンバーグとかベン・シュナイダーマンとかドン・ノーマンとかビル・バクソンとか、そうそうたる連中がいますけども、とにかく生きてる間にこれいただけると非常に嬉しい。でもしご興味があればグラスゴー、それから石で Google サーチしたけど、微妙でフルの講演のビデオがございます。もしよろしくは見てください。スライドも全部上がってますので、特に学生さんの方。でとにかく感謝しなきゃいけない方がいっぱいいる。で特にその中でやっぱり学生ですね。ですから昨日も夜留学生の方いっぱい会いながらいろいろ話ができたんですけども、学生たちと夢を共有するマインドシェアリングですね。で本当にレゾナンスが起きてエキサイトすればですね、学生すごい頑張る、こんなビジョンを考えた先生いないし、そのビジョンを一緒に実現すれば自分たちが世界で最初のになるかもしれない。でその夢ですね。一方論文落ちる、なぜかというと、例えば僕がこの万年筆を発明して今ある万年筆より 3% いいというような、その比較ができないです。プライアーワークがないので、本当のインベンションというのはリファレンスがない、ある種その非常に定量的に改良した性能具合を評価するなんて方法が全く適用できない。したがってジャンプなんです。そのジャンプしたものをみんなが感動して理解してそうだと言ってくれるかどうかって極めて主観的です。一方我々の会議の場合はアクセプタンスレシオが 20% 切ります。ちょっとでもコントロバーシャルなペーパーってのは落ちます。特に意見とかオピニオンがあってもそうじゃないんじゃないかっていう人がちょっとでも途端に欄間下がる。すなわち予定調和的に明らかに当たり前じゃん、なんでこんなことやるんだっていうんでもしっかり実験してですね、実験の方法にフローがなければですね通ってしまうっていう、この悲しみですね。なんでそんでいっぱい論文を持ちながらも25年間クォーターセンチュリー MIT でいましたけども、学生にものすごく感謝してます。あとそのコミュニティですね、89年から私行ってますけど、そのコミュニティにずっと通い続けた。でポスター発表して論文発表したりとかしながらいろんな連中やって、この僕一番下にはダビエンゲバー、僕のヒーローですけども、会うこともできた。そしてやがて同僚のいっぱいいます、純烈元さんとか東大の
あと僕の卒業生がスタンフォードとか CM の教授になって、さらにどんどん発表していく。その意味でさらに彼らの学生が教授になる、要するに孫ですね。だからそういう喜びをこのコミュニティで味わうことができました。ということで、その水海というコミュニティにを自分のホームに定めて、特に ACM の世界でもって ACM ディジタルライブラリーに行けば、全て の過去の発表が分かるところにフィックスしたということがある意味でとても良かったなというふうに思っています。あとやっぱりすげえヒーローに会えたこと、生きて彼らが生きている間にダグラス・エンゲルバート、マーク・ワイザー、ビル・メッチェル、それぞれ素晴らしい偉業を遂げた人ですけども、彼らのオーラを浴び、彼らのクリティック、コメントをもらえた。だから彼らが生きている間に会えたというのは非常にありがたい。そして今も健在のゴルフサー・トコロ・マリオ、慶応からソーに行ってリタイアしました。あとアラン・ケイ、そしてニクラス・エヴァポンツ、あとでお話しますけども、そういう連中に会えて、その一期一会のスパーク、あと僕のジェネーションのジョン・マイダー、ビル・バックスファン、ウラヒム・ザーターですから、とにかく若い方、とにかくすごい人に、とにかく会ってくれなくても会いに行って門を叩く、そしてそのオーラを浴びる、打ち落とされてもいいから、とにかく自分の考えを発表してみる、それでクリティークをもらう、その度胸ですね。今日はですね、シームレスメディアデザインっていう90年代の NTT デザインの仕事から、で95年間のタンジビッツ、そして最近のラリバトムズ、それぞれの山をどのように作ってたかっていうプロセスを高速にですね、凝縮してお話したいと思います。NTT 時代はブロードバンド ISDN ってみんな夢を見てました。 ISDN 技術を使ってブロードバンドのマルチメディアネットワークができて素晴らしくなる。実際それは実現しませんでした。しかしながら、その高速道路を作った時にどういう文化アプリケーションが出るかに対するニーズは非常にありまして、私は CSW コンピューターサポーティーコーポレートブラック、リモートコラボレーション、ビデオを使ってサポートしようという研究をその頃同僚たちがやってました。最初の仕事がティームワークステーション。ティームワークステーションというのは非常にシンプルなアイデアですけども、私の持っている作業空間、例えば机の上、あるいはパーソナルコンピューターのスクリーン、それから友人たちの持っている作業スペース、コンピュータースクリーン、机の上のビデオイメージ、その4つの映像を半透明にして重ねるという非常にシンプルな方法です。そうすると、紙、手、フィジカルのもの、あるいはコンピューテーションな情報、あらゆるものをフュージョンできる。そしてリアルタイムにポインティングしたりとかですね、ドローインができる。そういうリモートシェアドワークスペースをハーフトランスリューセントビデオオーバーレイでやるとしたのが、有田君と一緒に、たちと一緒にやった仕事です。これが一つのジャンプになれば、その次にクリアボードっていう仕事を小林稔君と一緒にやりました。これですね、このスクリーンを見ながら、相手の顔を見ながらですね、一緒にお絵かけをする。そしてその時に相手の目線がちゃんと見える。で、コンセプチュアルな研究の時はやっぱりモックアップと舞台で、これがモックアップです。ただのガラスってですね、それを通して相手の目線を見ながら絵が描ける。まあ当たり前ですけども。それをリモートに展開した時に、ミラーリバーシングすることによって左右反転を防ぎ、シェアドオリエンテーションでそのものが見られながらドローインができる。さらにそれにコンピューテーションメディアを導入することによって、コンピューテーションなドローインをデジタルインクでやる、さらにアナログインクでやる、そして目線がある。すなわち今日スカイプと Google ドック使っている方いっぱいいると思いますけども、結構バランバランなわけです。 Google ドックのどこを相手が見てるか分かんない。要するに顔のある空間とドキュメントのある空間って本来連続している部分がバランバラン、そこをシームレスにつなごうという、そのシームレスメディアというのが僕の最初のラウンドの研究の基本的なビジョンです。シームレスメディアデザイン。で、94年アトランタである会議に呼ばれました。プロフェッサーマリオトコロが僕を推薦してくれて、アラン・ケイに推薦してくれて、アラン・ケイが僕をこの会議に呼んでくれました。テーマが CSCW コラボレーションですね。で、その時にニコラス・エゴ・ポンテとアラン・ケイ両方がアドバイザーボードでしてですね、私のレクチャーの直後に彼らが来て MIT に来いと言ってくれました。もしかしたら PhD にプログラムに来いってことかって言ったら、そうじゃなくて教えろ。で、そのままヘッドハンドされましたんですけども、一応10分コーヒーブレイクだったり考えさせてるって言いまして、10分後に OK しました。ただそれが最も無謀な大きな自分の意思決定だったというふうに思ってます。後悔はしてません。で、95年にMIT に移ったんですけども、条件は今までやった研究はやめろ、続けるな、全く新しいことやれ。多くの若い教授は多分 PhD でやった仕事っていうのを続けるのが自然だと思います。なぜかっていうと、発表もあるし、論文もあるし、ネームバリューもあるわけでも、でも彼らだったら人生短い、全く新しいことを始めて、こんな素晴らしい、こんな贅沢はないからやってみろって。全く
無責任かつナンセンスなアドバイスなんです、アンテニアのプロフェッショナルにとっては。でも私はそれを真に受けて、じゃあもうリモートコラボレーション、ビデオやらない、新しいことやろうという決意を決めてですね、卒業しました NTT を。で MIT ミドル部に行ったんですけども、そこで一体何を始めたらいいかっていうのは非常に悩ましいわけで、生き延びるためにはインクリメンタルなことは一切許されない、当たり前ですけども。でどういうエクササイズしたかというと、じゃあその当時のヒューマンコンピュータインタラクションのメインストリームは何か、それは基本的に GUI、ピクセルなわけです。でそれは以前まだ変わってない、要するにインタンジブルなピクセル、画面に、だったらそれに直行するオーソゴーナルなベクトルは何かってことを考えて、タンジブル、ダイレクトマニピュレーション、マルタイユーザー、マルタイハンス、スペシャルプロパス、それ直行するベクトルを考え、それがある種夜のサーチライト、天空を照らすサーチライトで、そこにもしかしたら飛行物体が現れるんじゃないか、それを待ち続けました、考え続けました。それがタンジブルです。で95年タンジブルメディアグループを始めました。で基本的なビジョンはデジタルをタンジブルにする。デジタルというのは抽象度が非常に高い概念、なおかつ表現のメインはピクセルだけです。ピクセルというのは触れない、質量がない、マスがないわけです。リモートコントロールでない限り触れない、それを変えていこうじゃないか。別の言い方で Invent a new tangible and embodied interaction that inspire and engage people。 基本的に人間が大事です。いかに人間をエンゲージするか、そのスクリーンと身体のディカップリング、リモコンによる、それを克服したかった。でこれ最初の時に作ったブローチャーなんですけど、僕が左にいて持ってるものがバックアップのコンピューターですけども、そろばんできる人、計算できる人あんまりいませんね。昔の小学校って義務教育でしかあって、ランドセルに刺してなんか宮本武蔵じゃないですけども、結構乗った時代がありましたけども、そろばんがすごいのは何かというと、十進数というアブストラクトな情報をタンジブルなビーズで表現する、すなわちディジットに触れるということですね。二つ目、アフォーダンス、 J.J. ギブソンのアフォーダンスという概念ありますけども、このシンプルなオブジェクトには何も隠されてない、ブラックボックスのシリコンチップがないわけです。インテリンさんじゃない、全てがメモリーも計算もインファレンスも全て見えてる、インプットも、従ってクオリティティブリーズニングができる、何がどうなっていくか理解すれば動きを完璧に理解できる。現代のコンピューターがなぜ難しいかというと、ブラックボックスです。理解をリフューズする、インテル、グーグル、アップルのエンジニアが作ったロジックっていうのは基本的に外から見えないわけです。この悲しみをどう超えていくか。でマルコム・マッカラーが書いた有名な本でありますが、アブストラクティングクラフ、そこに目というのは力いっぱいそのチャージなんだけども、手というのはちっとも有効に使われてないじゃないかという非常に有名なコメントがあります。その人間の手の持っているデクスタリティ、身体性ですね、それをどういうふうに取り戻すかという話が大事な出発点です。で僕の好きなアーティファクト、オラリー、天球、太陽系ですね、すなわち人類が宇宙を、天を観測してどういうふうに天体が動いているかということを理解して、その理解を表現した表現の媒体がこの物理的なオラリという美しいアーティファクト、それは美しい木と金属でできている、まさに工芸品、アーティファクトです。で大事なのはここにあるそのハンドルです。このハンドルを掴むとですね、このハンドルを掴むと身体が太陽系というシステムの一部になる。このクランクを回すと自分の筋肉とか神経とか骨のきしみが、月が、火星が、木星が太陽を回る動きとシンクしている。そしてコーザリティチェーンですね。なぜ月食があるか、なぜ月食があるかといったことと、自分の身体というのをカップリングするために、その理解がとんでもなくストレートなんです。それが今のデジタルと人間の間にない、欠けている。あと同じ場所でやってれば、先生がどこ見てる、友達がどこ見てる、みんな分かる。本当の3次元だけです。今の 3D グラフィックのエセ 3D です。本当の 3D じゃない、ある人の視点から見た 3D 画像を 2D に落とし込んで 2D のスクリーンに出してるわけです。あるいは HMD をつけてエセ 3D なんだけども、一番大事なお互いの目線っていうものを完璧に見なきゃいけない、ものすごい犠牲を払って目に頭につけてるという、まあ、要するにフェイクなピクセルとフェイクな音を目と耳に注ぎ込んだものです。でタンジブルが完璧に違うのは、実際にリアルワールドにフィジカルなものを
実際のものの表現にしよう。三つ大事なこと、タンジブル、エステティックス、そしてインタラクション。なぜこれが大事かというと、結局人をインスパイアするときに、先ほどおられるじゃないですけども、実際に自分の手につかんで身体を使って動かして、それによって構造的チェーンを体を通して理解できるって、この体感が大事です。あとインタラクションによる刺激っていうのは、まさに人をエンゲージする。97年初めて MIT での論文を書きました。それが単純物質の論文です。まさに単純物質に関するビジョンに関する論文ですけども、持ちかけました。要するにビジョンペーパーなんで、別に証明がないわけです。ある種考えないわけです。でもその論文を作ってくれたのはマーク・ワイザーです。マーク・ワイザーがレビュアーで、本当にだけ、あとジム・ホラン UCS の教授ですけども、で彼が後で送ってくれた E メールがあって、これが僕の宝物です。最近君の会ペーパー読んだ、タンジュビッツいいじゃん、これこそまさに次の 21st century のランドスケープだね。ところでリクエストがある。僕のリクエストは、指差しコンピューティングという言葉がミスアンダースタンディングでミスユーされてる、それを止めるのを手伝ってくれ。その次はすごい、もしかしたらタンジュビッツというのはすごくいいし、もしかしたら僕たち共通の新しいバナーなんじゃないか。でも君はアンテニアのプロフェッサーだから、君のバナーを取っちゃまずいよね。でこれはすごくて、指とスコンピューって言って、まさに僕から見れば本当にすげえビジョンと、実は単純物質が重なるってことを言ってもらった。これが宝物です。彼がいたからこの論文が通り、今僕がここにいて単純物の世界も大きく広がってる。まさに一期一会です。で大事なのは、違ってるだけじゃなくて本質的に違ってなきゃいけない。ペンティペッツ、グイの世界って基本的にインタンジブルなリプレゼンテーション、ジェネラルパーパス。ジェネラルパーパスの方がいいじゃん、スイスアーミーナイフみたいで。もちろんそれはその通りです。一個で何でもできる。でもそうじゃなくて、スペシャライズな、本当に人間の持ってるデクスタリティを使うインタラクションもあってるんじゃないか。それがタンジブルインターフェースです。なので、何が本質的に違うかってことを140字で、1行で、あるいは30秒で説明できるかどうかですね。言葉で。あるいは文字で。これは25年間のバトルです。僕のライフタイムリサーチアワードのグラスボードのレクチャーのタイトルは The Battle Against Pixel Empire。 もちろん半分以上ですけど、ピクセルエンパイアというのは要するに、ダース・ベイダー的です。ピクセルが全てなわけです。基本的にピクセル以外何もないとみんな思っている、思考停止なわけです。そうじゃなくて、そのピクセルエンパイアのダークシャドウを超えて、タンジブル、そういうもので違うアプローチがあるということをとにかく見せたかった。一心報いたいというですね。で一番左が、全てが水の下に沈んでる、それがグイです。スクリーンの裏にピクセルある、でも触れない、手が伸びない、実体がない。それをプッシュアップして水面上に上げて掴めるようにしたのが97年のタンジュビッツです。しかしながら、その水面上に出てきた氷の部分ってのは結構固まってる。ですから海面下でもって、どんどんコンピューテーションが進んで状態が変わっても、氷の部分って固まってる。それが悲しい。なので、じゃあその氷、アトム自体もダイナミックに変形し、プロパティがダイナミックに変わり、新しいマテリアを作ろうじゃないか。それがラディカルアトムです。ケミストリーから言葉は来てますけども、タンジュビッツ、基本的に物質的な実態を情報に与えよう。それによってグラスバブルにする、あるいはペリフェルビジョンで見られるようにする。基本的に論文全部いっぱい発表してますけど、今日いつかサンプルでもって紹介したいと思います。一つ大事なのが、センター、フォーグラウンド、バックグラウンドです。今皆さん、ほとんどの方は起きていられて、レクチャーを聞いていただいて、非常にありがたい。それがフォーグラウンドです。でも一方で、そのホールで何か大きな動きがあれば、その音とか香りとか、いろんなものが漂ってくる。ペリフェラルネスですね。そろそろ終点が近いかな、暗くなってきたな、雨が降りそうだな。人間の持っているペリフェラルネスというものを使ったインターフェースというのは、まだほとんど研究されてない。そういう意味で、建築空間自体をインターフェースするためにどういうことができるかといったのが、このピンフィールド。このピンフィールドというのは風車です。それは太陽風、太陽から吹いている風で回っています。すなわちイオン化したパーティクルが吹いてくる太陽のアクティビティ。それは太陽の持っている、ハートビートみたいなです。それを建築空間に感じたい。だからどうしたっていうふうに多くの方に言われて、最後はストックマーケットのライバル会社が上がった下がったっていうデータに書いたら、スポンサーさんが喜びました。とても資本主義ですよね。そういう感じで、そのペリフェリーの雨の質の地下を、あるいはフォアグラウンド、
例えばインタッチっていうこれはテレコミュニケーションデバイスですけど3本のローラーがあってそれがスプリングでつながってる、したがって遠くの人とインタラクションするとフォースが伝わる、あるいはカーリボット動きを全部リメンバーしてリプレイできる、それによってディファレンシャルジオメトリーとかストーリーテリングができる、あるいはそのトポボというコンストラクティブアッセンブリーですけどいろんなブロックをつなぐ、でもそこにキネティックメモリーがあって触って動かすとその動きを記録して何度もリプレイする、それによってボトムアップな新しいロボティクスのデザインができる、こういうそのインプットとアウトプットが一体化したいろんな一連の研究をやってまいりました。さらにですねテーブルトップサーフェスを使った研究もいろいろやってきました。要するに今皆さんが座っていらっしゃるテーブルトップってものすごいリソースなわけです。でこれはあのドクター・ジョン・ロコフラ、私の最初のピーチの学生、今のオブロングという会社をやってますけども、彼があの先ほど先生の紹介にあったマイノリポート、マイノリポートのサイエンスアドバイザーでジェスチャーインターフェースとかフィジカルインターフェースを全部予測した、要するにあの犯罪をあらかじめ予測するっていう あれですね。で今ここに建築があって影を投げてますけど、影はディちゃんの影です。で時計っていうのは太陽の位置をコントロールしているインバースクロックです。すなわち建築というモデルをフィジカルにエンボディすることによって、例えばインターショットの問題であるとかエアフローとかそういったいろんな問題をあの検討することができます。さらに表面がガラスになると光の反射が当然悩ましい問題になります。あと風ですね、これナビエストークスのイケージョン、流体力学大好きな人この中どのようですか、フリーダイナミクス、ナビエストークスのイケージョンで燃えるって方頑張りましょうか、okay、 まあいいや、あのとにかくナビエです、どんどんそのバウンダリーコンディションが変わって解いていく、それによってそのどういう影響があるか、エンバイロメンタルな影響があるかというのが分かる、あるいはそのテーブルトップで音楽をこの中でコンピューターミュージック、エレクトリックミュージックやるかといいますか、電子音楽あんまりいませんか、電子音楽の悩ましいのはミュージシャンがみんなパソコン持ち込んでくる、遠くから見ると本当に演奏してるのか E メールやってるのか、全てレコードされてるものをきっとプレイボタンを押せるか分かんない。でもジャズコンサートに行くとプロのミュージシャンがアコースティックインストゥメントインタラクションして、その結果出てくる音のコーザリティチェーンが明確に分かる、コーザリティチェーンの不明確さ、これがエンゲージメントを下げる。なので新しいグラフィカルなビジュアルランゲージをジェームス・パッテン、ベン・レフトを作って、そしてその真ん中にあるブルーのオブジェクト、あるいはマイクロフォン、それと音源の距離によって音をコントロールし、あらゆるミュージックソースのマルチプルパラメータを両方の手で同時にコントロールできる、2人や4人ですね、そういった新しいインタラクションをやりました。これをのバルセロナの内部で発表して、それがあのバルセロナのセレジオたちのチームにピックアップされてリアクトテーブルという商品になって多くのミュージシャンが使ってくれます。あと私のこの前卓球をやる人いますか、真剣にやる人います卓球、僕あの研究と卓球は人に負けないというのが信条なんですけど、それ MIT っても通じない、それがアメリカの大変さですね、韻を踏まないんで英語だと。で大丈夫なんですね、基本的にピンポンというゼロサムゲームなんです、相手を打ち負かして自分がポイントを得るってある種悲しい、まあ、アンテニアズプロフェッサーの人生みたいなものなんですけど、そうじゃなくてミスしてもボールがネットに当たっても楽しめる新しいソーシャルメディアを作ろうっていうのがこれです。魚が泳いでる、あるいはその長くラリーを続けるとご褒美として稲妻が走る的な、そして新しいそのオーグメンティなインタラクティブエクスペリエンスというものを、まあ、あのマイクロフォンを3つそれぞれのテープにつけてですね、あの音が届く時間の差でもって三角制御しています。まあ、技術はどうなんですけど、インターネットエクスペリエンスをどういうふうにしていくかということに興味があって、さらに 2.5 次元形をそのデザインするランドスケープデザイン、あの MIT ミネラブが一番ラッキーなのはスクールボアーキテクチャのプランニングの中にあります、すなわちデザインアーティスティックなもの、今そこにベクトルが見えますけど、それはウォータードレイン、雨がいっぱいした時にあの水がどう流れるかっていう方向とスピードです、それはある種イロージョン、いろんなものをインプライしてます。そういう意味でその形をきれいにすると同時にアナリシスをする、その両方を同時にできる、これは単純物です、フィジカルでありながらコンピューテーションで、フィジカルとデジタルって非常に悩ましい関係です。それぞれ強いところもあるし弱いところもあって、本来だったら両方いいところを取りたいんですけども、悲しいことは一度フィジカルがデジタルになってしまうともうフィジカルの世界とディカップルしてしまう。
僕の夢はですね、いかにその両方からマルティプルインヘリットしたメディアを作れるかどうか、すなわち上流アイデーションの時には紙とかスタイロフォームとか粘土とかピアノを弾いたりとかコリオグラフでダンスをする、それとても有効な機能なんです。でも後半多くの人と正確にプロジェクトやるときはやっぱりデジタルだけやっていけない。でも一応デジタルに行ってしまうとフィジカリティ、タンジビティがなくなってしまう。そうじゃなくてデジタルの美しさとフィジカルのメリット、それを両方メタクラスとしてマルティプルヘリットしたようなそういうクラスが作れないか、それが僕の夢です。そういう意味でこのサンドスケープというのは小さいけどとても大事な一歩です。他にもいっぱいいろんなことをやりました。いっぱい論文も落ちました。それでもめげずにやった一つの例です。これのプロフェッサー領海公子、初めての日本人の私の学生で、その後この作品の後アイディオに即スカウトされて今 UC バークレーのテニアドプロフェッサーで活躍してます。でルネサンスの時代、画家はピグメントメーカーでもあった。与えられた絵の具で絵を描くんじゃなくて自分たちでその顔料を作った。本当に欲しい緑を草木から見つけ、紫を海岸で拾った貝殻から集め、すなわち原材料サプライチェーンのアッパーストリームに遡って自分たちの色顔料を作ったわけです。そしてそれを使って絵を描いた。そのプラクティスを現代に蘇らせたい。左側の見てみますと、テディベアが見えますよね。このテディベアからこの黄色いインクが来てる。そしてどこからこれが来たか、そのオリジンがビデオでもってキャプチャーできる。すなわちこれがジャンプです。すなわち単にドローイング、死んだインクが2次元の画面にへばりついているドローイングじゃなくて新しい Z アクセスね。でそれを実際に幼稚園持った時に素晴らしいことが起きたのは、彼女たちは僕が何をが、キミコが何をが聞かない。自分たちのイマジネーションで勝手に新しい意味を考える。すなわち彼女はブラッシュをマイクロフォンに見立てて歌を歌って、そしてそれを友達にとても誇らしげに見せる。これは多分インタラクションデザインで最もその報われた瞬間ですね。嬉しい瞬間ですね。で大事なのはメタなメッセージです。すなわちアイオブラッシュで描くと世界が違って見えてくる。世界がパレットになる。この写真はバルセロナで昔アートのイベントがあって、岩井東昇さんとか水口さんとかいろいろ行った時に、夜クリアする時に八百屋さんが素晴らしい自然の色のパレットを提供している。だから未来の子どもたちがアイオブラッシュで遊んだ子どもたちが世界中を旅した時にどれだけ美しいパレットに出会って、そして新しいアート作品を作るだろうかと考えると非常にワクワクしてきます。我々展覧会とても真剣に捉えています。技術的科学的な発明もいいんです。それをどう伝えるか、どう体験してもらうか、これが ICC、 NTT ICC で2000年にやった展覧会、これ行ったことある人いますか？まだ生まれてない人もいるんですよ。まあいいや、その世界でやった仕事が次にアルセトニカに2001年から4年まで展示させてもらいました。とにかくありがたいのは、ここには哲学者も建築家も子どもさんもメディアアーティストもいろんな人がいっぱい来る。そういう中でもってこういう作品をいろいろその見せながらフィードバックをもらう。そっち学会とか世界がもちろん大事なんですけど、そうじゃない世界でのエクスポージャーがとても我々のメリットになります。ワリカードです。単純ないんだけども結局固まってるだけじゃないか。で世界には2つのマテリアル、これはオーバーシンプリフィケーションですけども、1つはフローズンアトムス、例えばこのプラスチックとか木とか鉄とか固まってるわけです。デジタルなガッツがない、コンシャスネスがない。2つ目インタンジブルなピクセル、メインストリームのピクセルなんだけども 2D のスクリーンの裏にスタックしてしまって触れない。自分の身体とコンパティビリティがないからです。その2つしかない。だったら3つ目のマテリアルを作るじゃないか。それがラリカートムです。何かというとダイナミックでフィジカルでコンピューテーション、デジタルに完璧にコントロールできるシェイプ、あるいはプロパティですね、スティフですとか、そういうマテリアルです。これはある意味クレイジーな発想でもって、こんなもんあるわけねえじゃないか、作れるわけないじゃないか、でもそういうのはきっとあったら嬉しいなっていうことを信じてやり始めました。でも嬉しかったのはアルセトニカ行ったことある方がいました。メディアートやってる方がいますか？こんなことメディアートとインタラクティブアートってのはものすごく HI と相性がいい分野で、ものすごく大事。
ある意味でメディアアート、アルセリティアカって非常にエッジで、今のデザインシンキングが流行ってますけども、次のアーティスティックなものの考え方、問いの問い方の本質です。そのアルセリティアカっていうメディアアートのメッカで、ゲルブト・シュトッカーっていうディレクターが、ついに我々のラディカートムズをイベント全体のバナーにしてくれました。何万人ってアーティストが集まる。で、彼がつけたサブタイトルが振るってて、The Alchemist of Time、錬金術師になろうぜ。俺たちの金やダイヤモンドを作っちゃおうぜ。それを作ってアート表現しちゃおうぜっていう、要するにもらった絵の具でやるんじゃなくて自分たちでマテリアを作る、マテリアルサイエンスの方いますよ、この中東大強いですね。マテリアルもすごいですし、金属も強いし、爆薬も強いし、半導体も強いし、まさにそういう新しいマテリアっていうドライビングフォースです。ビットマップディスプレイもそうですけども、そういう発想でもってラディカートムズが全体のバナーになってですね、学生たちとラディカートムズ関連 のシステムをいっぱい持ち込みました。昔のクラシックなボトルもありますけども、こちらにありますインフォームとか、特にシェイプチェンジング、プロパティチェンジングのマテリアをいっぱい展示をさせてもらいました。で、これをトリガーにいろんな研究が展開したんですけども、一つメディアーツという舞台とシグ会、その両方に表現発表し続けたことが多分僕たちにとってものすごくありがたいメリットだと思っています。最初のラディカートムズ、ダイナミックに動く記憶を、キネティックなメモリーを持ったオブジェクトいっぱいございます。で、それをどういうふうに発表するかですけども、もうマーク・ワイザーもいないですし、なかなかこういうビジョン論文で通らない。でもインターナショナルマガジンに書いたこのアーティクルがまさにその論文でして、で、スペキュラティブデザイン、どうやって作ってるか分かんない、作れるかどうか分かんない、でもこんなものができたらこんなことができて面白いんじゃないかって、まさに空想ですね。先ほどのアンビルト、インポッシブルなアーキテクチャに近いところありますけども、コンセプションのエクスプローレーションをビデオプロタイピング、動いてないんだけども、もしそれが動いたらどんなことができるか、これはシェイプメモリーアローに触発されて、完璧な3次元のシェイプを記憶している粘土があって、完璧なスフィアとかキューブにグリップする、そのキャド的な感じで、しかもいろんなオペレーションをマルチプライできるとかですね、まあ、ほとんどそのキャドに対するチャレンジですね。将来の粘土、ラリカートの作った粘土がどうやるか、まだどうやって作れるか分かんないことがいっぱいありますけども、そういう未来があってもいいんじゃないかという、そういう提案です。で、実際にそれを具体的にやっぱり進めていかないと誰も信じてくれません。なので最初にやったのがこのシェイプディスプレイ 2.5 次元ですね。レンダリングっていうのは基本的にコンピュータースクリーンに3次元の映像を2次元に落とし込めて表示する。我々は左側に見ますけど、フィジカルな形でも情報がそこに表現される。で、フィジカルの表現とピクチャーの表現が完璧にシンクロしている両方ですね。で、さらに直接触って変形もできますし、ミッドエイジェスチャーもできる。ですから我々がやっているのは2つのことです。新しい情報表現をインベントすること、ナンバー2、それとどのようにインタラクションするかって、インタラクションのお作法をインベントすること、この2つです。で、インフォームというのが多分ある意味でこの仕事を大きく広めたトリガーになったダニエル・ライツインガー、これ今 UC コロラドのプロフェッサーですけども、この写真、この映像見たことあるのどなしちゃいますか。この赤いボールをマニピュレートしているのはダニエル自身ですけど、遠くにいます。すなわち Being here and there というのはある意味で我々のドリームだけです。私が昔 NT デザインにやらせていただいたティームワークセッション、クリアボールでも基本的にテレプレゼンスなわけですけども、基本的にピクセル、スクリーンという壁を越えられない。そうじゃなくて自分の身体をスキャンしてリアルタイムで遠隔地に現実させて、それをフルコントロールすることによってフィジカルの操作もできるようにしようという、そういう発想です。さらに大事なのは物を突き動かせる。ディスプレイじゃなくて実際にマスとエナジーを持ってますので、物を動かすことができます。それを使っていろんなデザインもできますし、あとプリンティングが流行ってますけど、プリンティングってデッドエンド、要するに固まっちゃってるんです。でもこれ見てると、このバーチャー、3次元バーチャーって動いてる、生きてる、そしてあるコンステンツをサチファイスために計算を続けてるわけです。プリンティングと根本的に違うダイナミックな表現なわけです。あらゆる数式も基本的にその現実化しますので、そこにピンポンボールを置いたりとか座ったりとか寝たりすることによって体感することができる。
で、このシステムをそのクーパーヒットミュージアムのデザインのイグジュに出しまして、さらにこのマシンが3年間ある製程下で走り続けまして、今満身創痍で帰ってきて今修理をしているところですけども、結構多くの人に実際にこの、まあ、喜びって言いますか、 Being here, there でも体験してもらう、そういう新しいマテリアが文字組んだ、来たらどんな世界ができるのかということを考えてもらう手段としてこのシステムを展示しました。このマシンを3台連結して作ったのがキネティックなトリピティック、トリピティックというのはアートのお作法ですけど、それがトランスフォームという作品です。で、これをミラノデザインウィークに持ってきました。ダイナミックに、しかもコンピューテーションでフィジカルに動くマテリアっていうのがこれです。データで、あるいはセンサーから入ったデータで、あるいは海面下のコンピューテーションによって突き動かすことができるマテリアです。で、このマテリアを作りながら、どういう新しいコミュニケーションデザイン、あるアーティスティックエクスプレッションができるかということを多くの方々と議論してまいりました。で、実験しました。これはその一例です。これはエッシャーモード、僕らエッシャー大好きなんで、エッシャーの無限のパーペチュアルなインポッシブルな、あるでインポッシブル、先ほどインポッシブルアクセント嘘だろうというその騙し的なインポッシブルの世界に憧れて、でこれはダンスです。2つの世代のマテリアのダンスです。ラリーカートです。白いピン、そして赤いボール、これはフローズンアトムです。2つのジェネレーションのマテリアがダンスしている、そういうシチュエーションです。で、嬉しいのはやった連中みんなあのスタンフォードあちこちのプロフェッサーになりまって、今世界中で活躍しています。他にもいろんなマテリアを作りました。あのシェイプチェンジングするソフトなマテリアルということで、プログラムマテリアルというあの流れがあります。あのここにありますけれども、ニューマティックなあの技術を使うことによって、あのまあ、先ほどソフトロボットを拝見しましたけども、ソフトロボット的な、あるいはジャミングを使うことによってスティフネスをどんどん変えて、ヨガマットが机になったりとかですね、 あとエアロ、ちょっとエアロモーフですけども、やっぱり空気によって、あと向こうにキネティックがありますけども、あのオーグゼティックなマティエル変形ですねとか、あのいろんな、あるいはウィービング、ニッティングの間にセンサーとかアクシュータを入れることによって新しいテキスタイルをラディカルアトムにする、こういろんな多様な研究をやってます。その中で毛、ヘア、あの研究ですけども、あの50マイクロンの非常に微細な毛を印刷する技術を我々ジフェオが、ドクタージフェオが作りまして、それを使うといろんなことができます。あの一つはあのベルクロみたいなアドヒーシブになる、あるいは触った時の音でもって順方向逆方向とかセンサーになる、あのフーリエ変換して、あとマシンラーニング、左下ですけどこれアクチュエーションですね、毛をアクシエーションバイブレートされてその上に乗ってるものが動く。先ほどあのロボティクスで素晴らしいあのスネークみたいなのに毛があって、それで動くロボットをあの拝見しましたけども、そういった新しい、あるいはそのあの振動が基本的にキネティックなモーションに変形できるトランスレーション、ローテーションとか、そういったいろんなバリエーションを研究しています。で、一つ面白いのは、新しい人工のファーになる。で、ファッションデザイナーのエリン・ワッツンと一緒にあのコラボして、今クーパーヒットデザインミュージアム、あとネザランドのキューブミュージアムで新しいファッションというものをあの展示してます。それで新しい素材ですね、それによってそのコンピューテーショナルに食感であるとか温かみとかいろんなものをコントロールできる、しかも動物を犠牲にしない、という新しい流れ。さらにバイオロジカルなマテリアルも大好きで、あの湿度によってあの変形する、膨張する、そういうマテリアルを使ってバイオロジックという作品が作りました。これあの納豆好きな人この中いらっしゃいますか？いいですね、日本ですね。バシラスサブトシン納豆って納豆菌を使ってます。生きてる納豆菌です。生きてる納豆菌を培養しましてですね、それをファブリックの中に閉じ込めて、それがリラティブヒューミディティのセンサーおよびアクチュエーターとして機能してます。すなわち発汗する、汗をかく、そうするとバクテリアが目覚めて膨張してですね、そしてまたフラップを上げる、ここにいるのがバクテリアです。リビングバクテリアです。それがそのヒューミディティに反応します。ですからこれはある意味であの生きているスキンですね、セカンドスキンです、あの呼吸するスキンで、
これはサイエンスにペーパーを書くためにアトミックフォースマイクロスコープで綿密にデータを分析してどういう特殊性を持っているか、どういうふうに使えるかというところを測定した部分です。でさらにそのバクテリアを含んだ液体を正確な量をプリントするプリンターがなかったんで、スクラッチから僕たちが作ったバイオプリンターです。そしてそれをそのテキスタイルファブリックにそのプリンティングしていく、その時にどれだけのバクテリアがそこにいなきゃいけないかというのは、どういうエアフロー、ベンティレーションをそのダンサーがあるいはアスリートが望んでいるかっていうフィジオロジーのサイエンスがインフォームします。ほとんど言葉が英語ですけど、助手は日本語ですけども、で皆さん大丈夫ですね、英語を勉強してますよね。で彼女の背中見ていただくと分かるんですけども、彼女は彼女独自のヒートマップを持ってます。そしてスウェットマップを持ってます。でそれを測定してですね、モデルを作って、彼女がベストパフォーマンスのためにどういうベンティレーションがあればいいのかということをシミュレーションして、計算して、必要な量のバクテリアを計算して、そのデータをプリンターに送って、必要なバクテリアの数を含んだミリ cc の液体を送っていきます。話はややこしく聞きますけど、かなりややこしいです。で最後はアートです。で大事なのはバイオロジカルのサイエンスもありますし、フィジオロジカルのサイエンスもありますし、もちろんデザインもありますし、テクノロジカルなものもいっぱいありますけども、最終的にそれをどういう形でもって皆さんに見せていくかというコミュニケーションの部分ですね。そこを我々とてもやっぱり大事に感じてます。それがこのダンスですね。思うんですけども、素晴らしい発明をしても、それがどういう意味を持つのか、どういう関係を持つのか、多くの人に分かってもらう努力というのが同じように大事です。そのインベントと同じようにインスパイアすること。でこれは実際にバイオロジックのフィルムがどう変形するか、スティームボットを使って現実に見せます。これは機能ですね。さらにこれは自然がくれたバクテリアの培養、そしてプリンター、そしてシンボリックな表現としての身体、その身体を包むセカンドスキン、そのセカンドスキンがスティームによって反応しているっていうデモなわけです。でもこれじゃ面白くない。なぜかというとただのデモだからです。一番やっぱりいいのは本当にトレーニングを積んだプロのダンサーですね。それが踊る、これを着て、で彼が言ってくれてすごい感動したのはですね、踊ってると空気の流れが変わるのが分かる、バクテリアが頑張ってるのが分かる、それに応えるように踊り方を変えてる、だからまるでバクテリアと踊ってるみたいだっていう。絶対論文書けません、サイエンティフィックの論文は。でも非常にアーティスティックです。研究者病理というかつきます。でこのグループもものすごく影響して、トップに、左のトップにいるウィン・ニアオは今 CMU のプロフェッサーでライジングスターです。バンバン論文書いてます。そういう意味で我々いろんな夢を持ってます。ラディカートムに Let it grow rather than build、あとダンスしてほしい、ダイナミックで踊ってほしい、踊りもいろいろあります。一番最近やった研究はその液体ですね、液体を踊らせるフルコントロールして、これはプログラムドロップレットというプロジェクトですけども、ユダヤンパシのマスターシステムですけども、エレクトロウェッティングテクノロジーを使うことによって液体を正確にその移動させる、あるいは融合させる、これはバイオファーマシューティカルのドメインにものすごいインパクトがあります。で彼は今スタートアップしました。今いろんな液体の操作それぞれにすんげえ高いマシンを使っている、そうじゃなくてジェネリックなプラットフォームでいろいろできるんじゃないか。あとこれは僕の夢ですけども、番号庫のパレットを自動的に作れたらいいな。素晴らしい風景を見ると、このプログラムドロップレットがパレットの上に必要な色を調合して見せてくれるというそういう夢です。あとレビテープ、ディファイグラビティってものすごく大事です。グラビティっていうのは制約です。大事なのは Don't take for granted、 これやっちゃいけない、これはダメだ、これは無理だ、あるいは先ほどの声でインポッシブルだ。でもその真に受けなぜインポッシブルな、なぜ許されないのか、いやそうじゃない、それがもし超えられたらどんなことができるかと考え続けると、それは多分サイエンス的にとても大事です。グラビティもちろんそのインターステラーの時代が来れば全然違う世界なわけです。でこれはゼロンというジュンナリー
が発明したレミポッシュに作ったマテリアです。これは一つ空間中に置ける、一つそこに留まる、二つ目コンピューターがどこにあるか分かっている、三つ目コンピューターが動かせる、すなわち三次元の空間上で人間とバーチャル世界をつなげる新しいメディアです。それにそのディファイグラビティというその発想ですね、とても大事だというふうに思っています。で、先ほど言いましたけど、我々技術者サイエンティストインベントします。でもどうやって人様をインスパイアできるかというのはとても大事です。先ほど午前中も話したんですけど、 AI すごいですよね。でもディープマインドの連中がやったアルファゼロ、ご存知方、アルファ5じゃなくてアルファゼロ、強烈ですね、あのパフォーマンス。人間の最高 のプレイヤーを打ち負かす。でもそれは碁とか将棋とかルールが明確で評価合戦があるからできたわけです。それでもあそこまでできると思わなかった、学習なし であらゆる最高のマシンを全部打ち負かした。だからああいうものすごい強烈なコミュニケーション、インパクトあると同時に地道なそういう研究成果の応用ですね。その両方どうバランスしていくか、そういう意味で Be Artistic and Analytic、 そして Be Poetic and Pragmatic、やはりそのアート、リベラルアーツ、そしてサイエンステクノロジー、その2つのバランスをいかにストライクするか、それぞれの視線、目線を各人が持って自分のやってる研究をエグザミンする、違った方向から光を当てて、違った影を投げさせて、かけさせてみる、そういうことはとても大事だというふうに思っています。それが多分読書とその挑戦というところにつながるんじゃないかと思います。最後、時間が押してまいりました。アートのサイエンス、これ非常に大きな2つの流れです。で、それをどういうふうにフュージョンするかという例を1個紹介します。これはピアニストでありなおかつコンピューターサイエンティストであるドクター・シャオシャオが作り上げた作品です。ある日彼女がピアノを演奏してて、ピアノに映る自分 の影を見た。あ、もしかしたら私はこのピアノの中にずっと住めるかもしれない、そして自分たちの孫とひ孫と一緒に連弾できるかもしれない。今彼女がピアノの中にいます。ピアノの中の彼女が弾いてます。で、キーが実際に動いてる。で、そのピアノの中にある過去の彼女と現代の彼女が一緒に連弾ができる。音楽っていうのは音じゃない、音が鼓膜を刺激する前にピアニストが呼吸をし、そして肩を動かした時に音楽始まったわけです。でもそれは全部削ぎ落ちてる、今の CD ロムとか MP3 とかストリーミングで音じゃないから。そうじゃなくて、音じゃないその前のプロセス、それをキャプチャーじゃない、それが先ほどの手書きで原稿ともつながります。これは幼少の頃のシャオシャオ、実は私の娘のアリサなんですけども、アリサが大きくなってドクターシャオシャオになって PhD 取って、で2人が同時に演奏している。例えばもし皆さんのグランマーがコンサートピアニストで亡くなられてしまったんですけど、命日に天国から降りてきて皆さんのお家にあるピアノに降臨されて、そして孫とあるいはひ孫と連動できたら素敵だなという、そういう発想から生まれました。論文を書けませんアートです。で、大事なのはそのアートサイエンステクノロジーデザイン、それぞれ違った役割とミッションがあります。当たり前ですね。でも大事なのは自分はどれかになんじゃなくて全てにならなきゃいけない。で、あらゆるその次元を回りながら根本的なアイデアというものをそれぞれの証言でそのベストペーパー、ベストパテント、デザインアワード、アートショーやるような、そういう意気込みでもって回していくことがとても大事だというふうに思ってます。で、右は 大好きなブリューゲルのバベルの塔ですけれども、大事なこのバベルの塔が作られた頃、人類は共通の言語を喋った。でも神が怒って壊してみんなが言語を失った。でも我々はアート、サイエンス、デザイン、テクノロジー、あるいはビジネス、あらゆる言語を流暢に喋りながら、そのトランスレーションを楽しみながら、どんどんスパイラルを回してその天に向かっていくんだというのが、もしかしたらメタフォリカルに今回のイベントのテーマに合うのかなというふうに思っています。ということで、今日は非常に高速ですけれども、私の30年間 のヒストリーを57分ぐらいで、ああ、お前どうしよう、もうタイムオーバーだ、もうちょっといいとこなんですいません。で、多分ビジョンってすごく大事だと思うんですけども、なぜかというと技術というのはあっという間にオブソリートになってしまう、ニーズどんどん変わってしまう。ですからよく言うのは、世界どんどん加速してテクノロジーはあったのに廃れる、アプリケーションも置き換えられる。でも本当のビジョンというのは我々のライフスパンを超えて長く道を照らす、そういうことを多分アカデミアもやるべきで、もちろん技術というのは面白いんだけども、技術の原理ですね、プリンシプル、哲学をちゃんとアーティキュレートすることによって長くラスティングインパクトなんじゃないか。で、エンビジョン、エンボディ、インスパイア、これが3つの大事な柱です。で、結局何がドライビングフォースかというと、
エンボディのために当然デザインサインしていくの大事ですけども、最初と最後はやっぱりアートあるいはフィロソフィーなんじゃないかっていうふうにつくづく最近感じてます。ということでもっと勉強しなきゃいけないなっていうのが私の、思っているところです。最後に若い方いますか。では失礼質問ですよね。昨日も若い方いっぱい話したんですね。ちょっと追加したんですけど、3つの感覚ですね。これが大事だと思います。ケア感、目の前のチャンスを絶対逃さずに食らいつくケア感ですね。2つ目、屈辱感。最初は馬の骨誰も相手にしてくれない、その時の悔しさを酒飲んで酔っ払うんじゃなくて今に見てろ、絶対見返してやるって、そういうポジティブな内面期間に気持ちに変える期間、そのエンジンをですね、ぜひ若い方は作ってください。最後、効果、これが究極です。本当にすごいところにいると誰も理解できない、誰も褒めてくれない、誰も論文通してくれない、誰も資金つけてくれない、そこまでいったら本物。ただ気をつけなきゃいけないのは、もしかしたら本当の天才なのか、ただのゴミなのか、どっちかもしれないってことをよく言ってます。これが3巻ですね。あと3つの創造のエンジン、独創、世界に通ずる強烈なオリジナリティ、オリジナリティやっぱり命です。2つ目、コラボレーション大事です。尖った独創性を有する少数性チームを作り、夢の共有ですね、前日速攻たくま、議論、これが大事です。建設的で批判的な議論ができないためです。ウェットになったりとかディフェンシブになったらもうおしまいです。そこが大事なところですね。あと最後、競争ですね、本当のコンペティション、これが大事で、我々僕も何人か友人がいます、ビル・バクソンとか、友情を維持する 原理は非常に単純でですね、何年かに一度会った時に相手に言わせなきゃいけない言葉がある。それはどういう言葉かっていうと、Oh my gosh, what a great idea. Why I couldn't come up with this idea before you came up. なんてすげえ相手なんだ。畜生、お前が思いつく前に俺が思いつきたかった。というふうに言わせる。この緊張関係ですね。これが友情です。最後、出る杭力、同定力、同座力。これが三力です。Stand up, blaze the trail, そして build the mountain です。出る杭は打たれる。打たれたことある方。打たれたことを思い出せないことを打たれた人。出過ぎるしかないです。これは最初の若い時、自分を信じるしかない。2つ目、ある程度のレベルになったらやっぱり道を作るんだっけね、新しい流れを。で、これは茂木さんと NHK のプロレッシャーの時に対談した時に、100メートルトラック走るなんて本当の競争じゃなくて、原野で自分の道を開くんだ。でもそこに観客も審判もストップウォッチもない。そして定量的に評価なんかない。統計的に優位な差でもって証明するなんて研究ってのは根本的にそのジャンプにならない。というこのディレンマですね。で、後で見たら高村光太郎がはるかに素晴らしい言葉を言って、僕の前に道はない、僕の後ろに道はできるということで、これを同定力というふうに勝手に呼ばせていただいています。最後、これが先ほどの造山力ですね。もう申し上げましたけど、基本的に山があってそこに登るではなくて、山自体を作る、水戸黄連山を自分で作っていく、そして多くの日登らせると、そういう一つの夢もあるんだということをお伝えしたいなと思います。今日は本当に東北大学の皆様、大野総長、大隅副学長、あと皆さん、あと北さんとかですね、もうスタッフの方、多くの方にご支援いただきました。本当にありがとうございます。次の予定です。違う場所にもうじき参ります。で、皆さんご一緒です。2100年、ごめんなさい。で、大事なのはですね、我々の未来っていうのは自分の定年退職とか死で終わらない。で、常に問い続けてる問いがあって、200年、2200年に生きてる人がいて、彼は一体何を残すのか、どう思い出されたいのか、何が自分たちのレガシーなのか。本当にいいものを作るんだったら廃れてしまう、オブソリートになるんだ、根本的にやっぱり哲学とかビジョン、それを伝えていかなきゃいけない。そういう意味で2200ってとても大事なシンボルです。で、大事なのは我々は死んでしまうモーラルだということですね。 Life has a set end point, but the future is never ending. その、ね、決して終わらない未来に我々は責任を持っている、研究者として、学者として、アカデミアとして、あるいはスタートアップとしてですね。で、技術、我々大好きです。技術が一方とんでもなくラブ&ヘイズですね。でも技術ってあっという間にオブソリートになってしまう。でも本当の理念とか哲学とか原理とかビジョン、これは未来永続です。ということで、ね、その2200というものを最後に今日の講演を終わります。どうもご清聴ありがとうございました。